受験生版虎の楽屋トーク。はい、ということで今月も無事に終わりましたけれども、なんだか悶々とする回だったような気もするんですけど、どうですか、どうですか小林さん。そうですね、彼の話がもうちょっと端的に、エピソードなんでもいいんですけど、じゃないとちょっとね、社会人ですから、はい、もう一歩頑張ってほしかったなと。はいはい、まあ、順番に行きましょう。松原さん。そうですね、あの僕も結構コミュニケーションに難があるときがあるんで、なんか逆に応援したみたいなと思いました。はい、森田先生。そうですね、まあ、今の状況ではかなり英語も厳しい、トークも厳しい、武器がない状況なんで不安だなっていうのは思うんですよ。もう彼がトイフルって言ったんで、僕あの、あ、俺今まで覚え方間違えてたなガチで思ったんですよ。すごい恥ずかしい思いをしてきたのかな俺はと思ったら違ってたんですね。そうですね、まあ、はい、トフルのことを知らない人はトイフルって言います。あ、そうなんですか。ネット上もそうです。ああ、そうですか。書く人もトイフルって書く。なるほど。確かにあの2つってよくわかんないですよね、最初。似てるんで、名前が似てるんで、はい、なるほどね。トイックのこともトイックね、まあ、ドイツ訛りですよね。ドイツ訛りですか。よく取られた。さあ、山上先生、今日はクリスだったね、はい、ちょっと気持ちが動かなかったですね。ああ、はい、なんかね、あの発言も少なかったけど、なんか乗ってない感がすごく。いやもう全然そうですね、はい。まあ寝てたもん。いや、寝てたかもしれないです。早起きしたから。早寝坊するし、寝るし、最悪じゃないですか。あそこで七重ママの席だから、眠る席だね。いや、眠る席は紅白ですけどね。紅白。はい。おさじさんどうですか。まあ、専門的なことだったんで、はいはい、あの、いろいろと僕も勉強させてもらいましたけど、そうですか。そうですね。まあ、その、編入試験っていうのは、普通の一般入試とは全くカラーが違うので、はい、もう本当、言うなれば就活に近いんですよね。就職試験に近いので。はい、もちろんそのいろんなね、能力試験っていうのは就活でもあるじゃないですか、うん、あとはやっぱり面接なんですよ、うん、あとは今までどうしてきたかっていうのがすごい大事になってくるんで、まあ、そういう意味ではやっぱりそのどっか切れ味のある一撃があるかというと、まあ、何もないんですよね、うん、今日確かに生徒たちを見てると本当に何もないけど喋りうまいやつとかも受かってるんですよ。だからそこは本当に一概に言えない、何が起こるかわからないっていうのが学士編入かな、うん、なるほど、はい。まあ、本当にあの途中でね、幼いというか、ね、そういう言葉も出ましたけど、僕も本当に同じことを感じていて、なんか32歳で社会に出て何年か経験してる方が、こういう感じなのかなっていうのをすごくこう不思議に思いながら、聞いてたんですけど、やっぱ、まあ、最後まで自分ではコンプレックスだとか言わなかったんですけど、あるんですかね。まあ、最後のが結構効いてたとは思いますけどね、はい、やっぱ岩井社長がおっしゃってくれて、まあ、その本当のところを、うん、まあ、僕は聞いたじゃないですか、はい、まあ、やっぱりあれが本音なのかなっていう、だって32で心機一転するって何かをきっかけ、はい、あるいは昔からのわだかまりがないと、はい、ないですよね、はい、ないですね、はい、うん、だからなかなかやっぱそういうところは根深いものがあるのかなって思いましたけどね、うんうん、本当は昔から医学部行きたかったとか、または両親身の回りに医者がいて、それに対する自分が北里だったとか薬学部だった、そういうものがあるんじゃないかなって思うんで、むしろそっちを出した方が僕らとしては32歳で医師を転換する動機としては、おばあちゃんの顔を見てしゃがむのが辛そうだったからって医者になろうとは普通思わないでしょって言ってるんですよ。心の中に渦巻いているものは何なのかっていうのを見極めないと、本当の原動力はこの人にあるのかどうなのか、ただ上っ面で言ってるのかがわからないから、そこをちゃんと言えっていうふうに岩井さんは言ってるんだと思いますよ。今までの志願者を見てもやっぱり学歴コンプレックスの人たちですかね。まあ確かに、うん、そうですね。学歴コンプしかこの人たちのチャンネル見てない。そうそう、だから聞いたんですよ。どうやって知ったんですか。このチャンネルを学歴コンプなんだろうな、大人で見てるってことは。もっと俺、学歴だるまがね、うん、暴れてますから、ね、ちょっとどっちですかとか言って優しいだるまと。せっかくなんで、ちなみに皆さん、学歴コンプレックスで感じることはあったんですか。例えば小橋さんなんか東大じゃないですか。東大そのものに学歴コンプレックス感じることはないと思うけども、東大に入れなかったらみたいな前提である。入れなかったら、あ、でも、ま、僕は現役なんですけど、はい、だとしたら、まあ、当然浪人して、はい、行こうと思ってたんで、はい、それは東大が日本で一番優秀な大学だって言われてるからっていう意味なんですか。あ、僕はそうでした。やっぱそうでした。はい、で松原さん同じようにやっぱ早稲田っていうところに対するこだわりがあった。そうですね。あの、だけど東大はもうなんか雲の上の存在で、はい、
なんか私立文系で偏差値39からだったらワンチャン狙えるのが早稲田かなっていうのはまず前提でありました、はい、森田さんはあるんですか、コンプレックス。まあ、浪人した時、まあ、千葉大会で、はいはい、でやった時に、まあ、まあそうですね、だもう慶応に行きたかったんで、慶応勝った後でも千葉大県に行きましたからね、うん、それぐらい何としても倒すんだ。なるほど。矢部先生は？そうですね、まあまあ、学歴金管理だとなんか自分とのなんか戦いというか、うん、はい、あの学歴って、うん、はい、それのまあ一種だったかなと僕は認識してますけど。なるほど。はい、細井先生は？僕はもうまさに学歴コンプレックス、僕は理三落ちの千葉大なんで、はい、まあ、理三をもう目指してて、で、まあ、ダメで千葉大なんで、はい、まあ、やっぱり届かなかった頂きの一つかなと思いますね。あ、まあ、けども結局蓋開けてみれば、その理三とかに行っちゃうと、まあ、よくよく考えてみるとそんなに大成功してる人っていないんですよね、うん、やっぱりみんな何かしら若い時の失敗があっての、やっぱりそこの、まあ、跳ね返しというか、うん、まあ、死んでもあの時の屈辱を取り戻すぞっていう人がやっぱ多いかなと思うので、やっぱりそのまあね、その大敗しちゃいけないですけど、ちっちゃい負けはやっぱり経験するのはすごい大事かなと思ってますね、うんうん、多分これからもあの受験生一般大会ファンにはそういう人たちが出てくるんでしょうね。でもね、そうだ、はい、ね、皆さんがね、視聴者として学歴中溜め込んでますね。そうですね。かなりその中のもう抽出された一滴がこう絞りに絞った一滴が落ちてきますからね。なんかでも今日の佐藤さんなんかにはもっとなんか本質的なところで分かってほしいことが結構あったなと思うんですけどね、自分なりにね、なんかモヤモヤしたりね。そうですね、なんかちょっとまだ自分の感情のところ出し切ってなくて、裏積みだけ話したみたいな感じだったので、はい、そう、そんな気はしましたね、はい、はい、これでなんか社会人の方が2人出ましたね、うん、はい、ね、一番最初にね、はい、薬部ですね、はい、両方ね、はいはい、まあこれからの方向性どうですか。まあできれば、ね、もっと若い人たちに出てほしいって気持ちもありますけど、うん、まあ、やっぱり若い自身薬剤師辞めて、まあ、ハイ水準で挑んでるというところをやっぱ評価したいんで、まあ、基本的にはもう頑張りたい人はみんな歓迎したいなと思ってます、うん、何人かいらっしゃる中で今回ね、佐藤さんを選んだのが松原さんじゃないですか、はい、それは今おっしゃったように、はい、あのそういう経緯があったからということですか。あ、そうですね、やっぱりやり取りの中ではすごい真面目さが伝わってきましたし、はい、まあ、そもそも、まあ、彼は今回受験費用だけじゃないですか、うん、あとは入学金、はい、実は前の女の子よりも、うん、あの前の女の子の10月に出る予定だったんですけど、一応話したら彼は快く交代してくれたんですね、はい、あ、なるほど、はい、そういうところもなんか僕の中であ、なんかいい人だなっていうのはちょっと印象でした。はい、まあでもね、あの勇気を持ってこうやってね、はい、出てきていただいたわけですから応援したいですね、はい、はい、なんか追っかけますか。まあ、トフル受験はやってもらわなきゃな。そうですね、うちも追いかけたいなと思うんですけど、まあ、どこまでね、そのあんまり顔出しすぎると、ね、受験に不利になっちゃうから。そうですね。そう、特にうちのチャンネルなんて本当にみんな見てるから、なるほど、受験とか。本当に面接官が見てるかもしれない。そう、そういうことか。そう、それはね、思った。そうなんです。だからまあ、あんまり顔は出さずに、名前もね、今回も、まあ、あの偽名かもしれないですけど、うん、そこは出さずにね、ちょっと追わせてもらおうかなと思います。うん、はい、だからちょっと経歴とかを聞かなかったとか、そういうのもある。面接でこれから聞かれることがあるだろうなと思ったんで、まあ、あのいろんなことに気を使わなければいけないチャンネルですか。そうです、はい、めちゃめちゃ気使いながら、はいはい、ドイツワーホリカーくつこめ、はい、はい、わかりました。また来月もよろしくお願いします。ありがとうございました。お願いします。